皆さんこんにちは、泊まりしほです。イエーイ。今日は2つ紹介したいものがあります。前回は寺澤くんとみどりに協力してもらって動画を撮ったんですけれども、その前に机を買ったって言ってたんですけど、その時にあのバランスボールと三脚に今座って椅子がないんですって言ってたんですけれども、お椅子をお迎えいたしました。紹介します。じゃーん、ミユノ。そうなんです。友達があの動画を見ておすすめしてくれて、まあ、オフィスチェアになるのかな、多分普通のお家の椅子っていうよりはオフィスチェアみたいな感じで、すごいなんかあの机が木目で足がなんか白いパイプみたいな感じだから、それに合わせてこれを購入いたしました。もう快適すぎてもうずっとここに座ってる。すごいなんか包み込んでくれるわけ、この背中も椅子っていうかこの座るところも。だからすごく集中できるし、家が好きになりました。今日は土曜日なんですけど、朝10時から練習して、もう暑すぎ、本当にもう昨日とかも練習帰ってきたらマジで熱中症みたいな感じになっちゃってて、もう頭痛いし、なんか気持ち悪くて、なんかもう首のこの後ろのここの後頭部がめっちゃ痛くなるのね、いつも。だからもう痛すぎてもうご飯食べる気にもなんなくて、そう、まあ、とりあえず頑張って納豆だけは食べて寝たけど、もう体がほてりまくっちゃって、水もめっちゃ浴びたんだけど全然眠れなかったし、もう今日起きたらもう大丈夫だったんですけど、ほんとね、皆さん熱中症には気をつけてくださいね。いくらね、めちゃくちゃ気をつけて水分とか取ってるけど、前髪がそう、ダメな時はダメっていうかね、もうちょっとでも異変があったらもう帰ってゆっくり体冷やして休みましょうということで、はい、そうで今日池がおすすめって言ってたつけ麺を食べに行ったんですけど、マジうまかった。こちらになります。映えません。そう、めっちゃ美味しくて、ちょっとまた行こうと思います。なんかあんまりつけ麺とラーメンがあったらラーメン派なんだけど、あんまりそもそもラーメンもそんな食べないんだけど、そうで今までは鶏ガラ屋っていう、どこっていうのかな、あの橋を渡って右に曲がったところにあるラーメンが一番長野の中では好きで、まあ、行くならあそこかなみたいな、あのおすすめするならあそこっていう感じだったんですけど、今回のつけ麺もつけ麺だったらもうあそこみたいな、あんまり他で食べたことないんだけど、今のところ自分の中ではナンバーワンだと思いました。ワイチさん、なんか一回お店閉まっちゃったらしいんだけど、別の場所に開店したって言って池がすごい言ってて、そう、あ、池谷選手です、そうで行ってみたらめっちゃ美味しかったです。また行こうね、池ちゃん。で、そう、2つあるうちの1個目はこの椅子を買いましたっていうこと。2個目、私観葉植物を買ってたっていうか、買って育ててたんですけど、なんかもうどんどん元気なくなってきちゃって、最初4本だったのがなんか5本になって、そしたら1本枯れて4本になって、で4本から3本になってみたいな、そしたらすごい一番巨大なあの葉っぱが生えてきて、なんかそいつが全部栄養を吸っちゃったのか分かんないけど、他のやつがもう黄色くなってシュンってなってきちゃったわけで、やばいやばいと思って買ったところに持ってって、そしたらもしかしたら根腐れしてるかもってなって、そしたらもう根のところからパタッと落ちちゃって、添え木がないとも立ってられない状態になっちゃって枯れちゃったんです。初めての観葉植物マジ難しいと思った。なんかすごいやっぱ手かけちゃうタイプだから、もう愛が溢れちゃうわけ、なんかしてあげたいって思っちゃうわけ。だから多分お手入れっていうか水あげすぎちゃったのが原因だと思うんですけど、多分ね。でずっとまた新しい観葉植物欲しいなと思っていろんなところ見て探してたんだけど、なかなかなんかやっぱこれっていうのに出会えなくて、
それで全然変えてなかったんですけど、今日出会いました。本当に今日買いました。紹介します。じゃーん、かわいい食わず芋です。またって思ったと思うんですけれども、私の食わず芋はなんかこんなになんかこのぶっといところがなくて、もう本当にこういう細いやつが4本こうさなってるやつを買ったんですけど、最初からこんな太いことあるんだみたいな、こんなちっちゃいのにと思って。で、前の鉢植えがあのこちらになるんですけれども、はい、あのこちらにこれをね移し替えようと思って買ったところで相談してみたわけ。これ移し替えたいんですけど、移すってなったらこの土ごと行ってボッコン行けばいいんですかねみたいな感じで言ったら、なんかあんまり今は植え替えの時期ではないからあんまりやめといた方がいいですっていうのと、なんかもう今の時期クワズイモとかガジュマルとかパキラがなんか枯れちゃってって言ってる方が多いらしくて、すごい相談問い合わせが多いんですって言われて、だからなんか気をつけないとなと思って、その水あげるのもう今乾いてんだけど、なんかまずさ水あげるじゃん。水あげて湿った時にその風通しのいいところに置いとかないと、この土の中がその蒸れちゃってで根腐れしちゃうみたいなのね。でこの子絶対根はこんなぶっといしさ、根はすごい丈夫だと思うんですけれども、ちょっと不安だからマジで様子見ながらあげなきゃなと思って。そう、まあそんな感じで、あのやっぱりね緑があるとなんかいいなって思うようになってね、今まで全然興味なかったの、全然興味なかったんだけど、そう前のクワズイモを買ってから、めっちゃなんかいいなと思って、最初はテレビの横にねこの子を置こうと思ってたんだけど、まあせっかく机も買いましたし、この子を眺めながら作業や勉強したいと思います。今日の報告は以上になります。もうなんかさ、日焼けしすぎてなんか目がね、もともと私茶色いわけだけど、日焼けするとさらに茶色くなるし、マジね、シミとかがね、やばいね。皆さん本当に梅雨が明けて暑くなってきましたので、水分しっかりとって、クーラーは我慢せずつけて、でもクーラーで風邪ひかないようにしましょう。私も気をつけます。というわけで、バイバーイ。